分のおかげでだいぶ崩れていたり、どのものを引いてね、皆さんが来られるから丁寧にこう階段を作っておきました。それが話題をしまして、ドロドロになっちゃいました。そんな状況でございますので、十分足元を気をつけていただきたいというお願いをさせていただきます。それから詳しい、もう佐竹の殿様のお話は私の方はいたしません。皆さんの方がよっぽどご存じの感じですので、ここで今調査をされた結果、何が出て、何がポイントか、それだけをお話しさせていただく予定でおります。大体コースとしては、この後ですね、小学校、中学校の人たちというか、子どもたちも参観の予定でございます。そういうことで、30分のショートコースを用意しております。皆さんはフルコースの50分コースをご用意してもらいますので、十分ロングで作っていただければと思っていますので、ご案内をされていただきたいと思います。どういたしましょうか。もう時間なので、一応これからもう先にというか、山口さんもいらっしゃると思うんですが、ちょっと何時なのかわからないので、先にスタートをしていきたいと思います。山口さんの研究室に行ったときそうなんです。じゃあ、ちょっと待ってみて。来た。それじゃあ、今日ですね、大変お忙しいながら、インタビューと遠藤県議がいらっしゃってもらってますので、一言ご挨拶をいただきたいと思います。はい。皆さんおはようございます。おはようございます。今日はですね、大田城市発掘調査現地説明会ということで、このような会を設けていただきましたこと、まずもって心からお礼を申し上げますとともに、ご案内をいただきましたことにも感謝を申し上げるところでございます。本当にありがとうございます。私が申すまでもなく、佐竹氏の本当に歴史が深いこの大田市でございます。そのような歴史というものを私は常日頃、地域振興に生かしていくのが最も大切であると、そのように申しているところでもあります。先日茨城県では、このサイクリング王国を目指して今進んでいるところですけれども、私ども先日、佐竹市城市を、佐竹市の城跡巡りをさせていただきました。ぬかだ城、それと正香城、それと夢城、本当に素晴らしい城跡が残っております。それを何としてもこの歴史を活用しながら地域振興に結びつけていきたい、そしてまたサイクリングで巡れるようなコース作りというのもしっかりと行っていきたいなと思っております。今日はこの発掘調査の視察ということで楽しみにしてきましたので、皆さんと充実した時間を過ごしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。当会の顧問でございました。また同じく当会の顧問を務めていただいております遠藤君にお話をしておおはようございます。ご紹介いただきました中市から伺いました遠藤誠と申します。今日は石井先生のご紹介をお邪魔しております。先般例会で大変お疲れ様でございました。久しぶりの例会でございましたけども、本当に大勢の方にお集まりをいただいて、皆さんの熱意を十分に感じられた素晴らしい会だったなというふうに思っております。コロナに負けないでね、皆さんでこう頑張って、やっていこうというそういう思いが十分感じられて、非常に嬉しかったというふうに思っております。今日は私も何回か座学でお邪魔しておりますが、こういうフィールドワークは今日初めてでございまして、よりとご指導いただきたいというふうに思っております。本当に県北地区、この大子、太田、大宮、そのまた玄関口である中市でもありますが、一体となってですね、県北振興に取り組んでいきたい、その思いでございますので、今日はその地域資源の一つということで、しっかりと勉強させていただこうと思っております。短い時間ではございますが、どうぞご指導いただきますようよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。今は関係しましたら2週に3名でございますので、ワンチームでやっちゃいましょうか、やっちゃいましょうかという言い方が関係するようになったんですが、
もう一度申し上げます。ここは直接は駐車主体は、教育委員会でございます。我々はあくまでもあの民間団の組織として支援という形でこちらに ご協力をさせていただいているという立場でございます。それを超えてね、余分なことをもしかしたら言うかもしれませんけれども、その辺はご容赦願いたいと思いますね。後で山口君におっしゃいますので先にお断りしておきます。あの18日分の方が面白くいくいや、なかなか先ほど申し上げた通りですね、佐竹については私は語れません、正直。ただそのこれから見ていただく中で、ここの土地利用についてここでちょっと先にお話をさせていただきます。まず、残念ながら旧石器時代、いわゆる2万年前の地層はもうすでに失われておりますので、ここでは、確認されておりませんが、今から7000年あるいは5700年前ぐらいの縄文土器の破片がいくつか出ております。その辺りから生活の痕跡が残り始めている。それから連々として、弥生時代の終末、古墳時代なら平安時代、それから中世のまさにこの時代、その後今度あの江戸時代になって中山御殿がこちらの方にできてくるんですね。その後明治になって、明治15年にこれは大変新発見かもしれませんけれども、明治15年にここの土地を分譲住宅で売り出しているという記事が見つかったそうです。これは山口君が見つけたらしいんですけれども、彼がその分譲住宅として売り出したという記録があると思って、その時に大々的にそれをね、やはり埋め戻しているという痕跡がやはり出てまいりました。その後あのここに農村省の管轄の農地試験場がですね、それがどの時期かは分かりませんけれども、明治30年代になって専売公社が覆った倉庫というのを3棟立派なものを作って、その痕跡の今回見つかっております。またそれを埋め戻す昭和あるいは、昭和の最後の頃ですかね、1989年頃埋め戻していく、そういう過程まで全てがこう分かってきて、今回の調査で、ね、分かってきたということ、つまり今皆様佐竹の研究会 の太田城をご覧に今日はいただいたと思うんですけれども、それも含めて太田というか鯨ヶ丘全体 その土地の利用 この豊かさっていうのかな、そういうものを今日は実感していただければと思いまして、わずかながらでも展示でもその辺を工夫してさせていただいております。まあそれではですね、まず本物っていうか堀の偉大さをご覧いただけるように、これから時計回りですね、時計回りでご案内させていただきます。ちょっと足元気をつけていただきたいと思います。